トレーニング時間教えてください。足が四頭筋とハムで分けてて、四頭の日が2時間ぐらいですかね。ハムの日は1時間15分ぐらいで終わるかな。だから胸の日は1時間半ぐらいですかね。背中の日は2時間ちょっとかかるかな。肩の日も2時間ちょっとかかりますね。で腕の日が2時間ぐらいかな。って感じです。今は2時間半行くことはまずないですね。昔は全部3時間から3時間半やってましたね。まあ、これは何だろう。種目数が無駄に多くやってたっていうのもあるし、セット数も多かったし、まあ、無駄に多いってことないですよね。まあ、やりたかったんでやってただけなんですけどね。まあ、別にそれが無駄なわけではないですね。ただ今はその辺が年取ったなと思うのが、うん、そこまでトレーニング、やりたいトレーニングがない。なんか今はだからこう、本当に必要な、これ必要だなと思うトレーニングで最低限にしてますね。だからボリュームはまあ若干減ってますけど、今なんでトレーニング時間がちょっと減ったかというと、1種目で結構ボリュームたくさんやったりしますね。そうすると移動とかセッティングはないんで、結構セット数の割に時間がかからないのはありますよね。胸だったら例えば1種目で8セットから産む時もありますしね。1個の場所に滞在している時間が長い。まあ、そういうところで結構トレーニング時間はやってるセット数の割にはちょっと短くなったかな。